こんにちはそしてこんばんは今日は一目瞭然資本主義社会と社会主義社会についてお話をしたいと思います社会主義の欠点は競争がないことです社会主義国では良い製品を作ることができません資本主義体制下の1970年代の東京東京 社会主義体制下の1970年代の北京。資本主義体制下の1980年代の東京。社会主義体制下の1980年代の北京。資本主義体制下の西ドイツ製の自動車。 社会主義体制下の東害統一製の自動車。資本主義体制下の韓国産のトウモロコシ。社会主義体制下の北朝鮮産のトウモロコシ。北朝鮮を建国したキム・イルソンは密集農法を命じました。おかげで土地は痩せてしまいました。 資本主義体制下の韓国の路面電車社会主義体制下の北朝鮮の路面電車資本主義体制下のパリの乳製品店社会主義体制下のモスクワの乳製品店 資本主義国では価格は需要と供給によって決定されます一方社会主義国では社会主義のメンツを保つため政府が価格を安く設定しています旧ソ連では人々は商品を買うために行列にいつも長い間並ばなければなりませんでした不運なことにしばしば売り切れて時間が無駄になってしまうこともありました ご視聴ありがとうございます。こうした教育活動を維持するためのチャンネル登録をいただけましたら幸いです。また皆様とお会いできることを楽しみにしています。